みなさんこんにちは、ゆめみんです。今回はですね、こちらのじゃじゃーん、こちらマンスリードリームスが届きました。以前私たちがパークに行った時に限定3000個しかないね、3ヶ月月に1回お菓子が届くサブスクをね、購入いたしまして、5月分が届きました。中身はね、私もね全くわからない状態なので開けていきたいと思います。それではいきます。せっかくなので今回はディオダの妹ちゃんにも来てもらいました。カモーン、今回のゲスト妹ちゃんです。ジュディ装備の妹ちゃんでございます。ちょっとずれるね、先生ね、重いのでお尻がちょっとね、今回はですね、妹ちゃんと一緒に中身を開けて目隠しをして当てるというゲームをやりたいと思います。38周年記念の紙製のランチョンマットが入っていることは知っています。それ以外はね、何が入っているか分かんないので、だってパークのお菓子って多分、ね、300くらいあると思うので、そこから食べて当てるっていうのはすごく難しいと思うので、今回追加ルールとして3秒間だけ外のさ、パッケージ部分を触ることができるというルールを設けたいと思います。イエーイ。結構軽いよ。これミッキーとかいるよ。あ、本当だ、かわいい。今回はね、旦那にね、出題をしてもらいます。イータンとトークンがいないとこう寂しいな、なんかこう調子が出ない、いつもあのワンヤワンヤしてる感じが。そうね。それではいきまーしょー、おいおい、イータンとトークンのやつこちら、この企画のために買ったお皿です。パークのお皿、かわいいよね。かわいい、この日のために取っといてたか。皆さんこんにちは、旦那でございますございます。ナイスルペ。ここからね、旦那に進行パスしていきたいと思います。ディズニーマンスリードリームス5月分送付商品確認書でございます。イエーイ。なんとお値段1万2000円でございます。高い。まあ、1ヶ月4000円分ってことだからね、多分コスパはいいんだろう。あ、それでもヒントじゃない、若干の。4000円超えるお菓子はないってことですね。今回ね、商品数5点でございます。あ、そうチラッと見えてるけど、チラッと見えてる。それは引っ張っていいの、いきます、せーの。あらー、かわいい。かわいい。ドラゴンをモチーフとしてる。そうだね、なんか RPG 感がある、ね、意外じゃないこれ。え、なんで38周年でこれにしたんだろう。すげー知りたい、すげー調べたい。使えないよね、こんな。かわいい。使えない使えないよ。まあ要はこれが4000円だと思えばいいんだよ。4枚入ってる。1枚1000円だよ。同じのが。違うよ。嘘。ほら。お。ほら。1枚目はこんな感じです。ドラゴンと盾のデザインです。盾のこちらのデザインも入ってました。お皿。なんでかぶっちゃったの。ね、2種類が2枚ずつ入ってました。あとは台紙。色合いがさ、なんかクリスマスみたいな感じミッキーとミニーとドラゴンのデザインでございました。何入ってるか、何入ってるかも分かんない。それを楽しむっていうのがやっぱ趣旨なの。じゃあ目隠ししましょうか。それでは目隠しをしてください。おい、ダギーン。めっちゃおもろい。じゃあ いいね、外して一回見よう。なんかひょっとこみたいな。こっちを見とる、こっちを。楽しみだな。楽しみだ、楽しみだ、楽しみだ。ショックの前オープン。中はこんな感じになってます。今回はですね、2人ともディズニーが大好きで、妹ちゃんに関してはディオタという称号付きなので。そうですね、もう明らかにそうだと思います。圧がすごいな。本当にそう。私はあの隠れミニディオタぐらいですね。スマホで読みながら喋ります、はい、今回は格付け方式で間違えるたびにランクがダウンしていくというような形式でやらせていただきたいと思います。やばい。まず最初はお二人はまだ一流 D オタからスタートさせていただきます。一問間違えると普通 D オタに下がり、もう一問間違えると二流 D オタ、三流 D オタ、にわか、映す価値なしとなっておりますので。にわかはやばいな。まあ映す価値まではありえないんじゃないかなと。それはもうやばい、もっとやばい。にわかになった瞬間 D オタを今後語ることはできなくなりますので。できなくなる。やばいやばい、それはやばい。思います。私結構 D 好
だ D好きモンキー D ルビーでできたというわけでもう一回おさらいね。ルールはパッケージを3秒だけ触れます。お菓子は手で食べていいことにします。で食べていただいて回答していただくと。商品名じゃなくてもそれが合ってたら合ってるってことになって、そこの正解不正解は私が判断します。うわ案外だパッと見た感じ、うん、難問揃いかと思いますので頑張っていただければと思います。3秒間が命かもしれない本当にやばいな。まず最初の商品はこちらです。正解はこちらです。それではじゃあパッケージ触れるタイム、あ最初にそれ私口頭で言うので1、2、3で塩梅だな全部塩梅だな。塩梅ゲームだから。どっちから、どっちからいく。せーの、それは私ってことかな。それでは3秒間いきます。よーいドン。1、2、あー3。オッケーオッケーオッケー、優しい。え、もう分かってない。ちょっと待ってしかも結構長かった気がするんだけどせーの、1、2、3。あ事故った事故った。なんか私もう分かった気がする。いけそうです、いけそう。あ、優しい。これを最初にしてくれたことが謎の拍手。これでさ、想像してるのと全然違うものが来たらさもう打つ勝ち出しでやばいな。あれが来るって予想してるわけじゃん。まあこれは答えられて当たり前だと思うので、はい、はい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 。あ、もう予想通りですね、これは。実食いただきます。いただきます。うん、おいしい。おいしい。これ食べたかったわ。シンデレラ城が見える。回答お願いします。せーの、ミキチロスクスナック噛んだやばいな。同じだ同じ、うん、ごめん。ミッキーチロススナック、ミッキー入れなかった、入れなくてもいいかも。チロススナックって言っちゃった。チロススナックでしょ。崩していこうかな。あれまあ正解としましょう。あぶねー。ミッキーいらないか、ただのチロススナック。クリスピーチロススナック、しかもチュロスナックだから。あ、チュロなんだ。これが分かりやすいよ、手で触るのがもう。そうだね、開けた中のやつでやらせればよかった。これ無理だよ、これじゃあこの前行った時に買ったやつだから。知ってるやつだ。そう、知ってるやつだった。ありがとうございます。900円。パッチある。あ、買うの。じゃあお店のままそのまま持ってきたんじゃない。そうかもしれない。いや、これね、あのイタとトークも好きだから。いやどうしようかな。正式名称ってそんな無理だな。正式名称ちょっと無理だなよ。じゃあ次の商品はこちらです。はい、商品名はこちらですね。パッケージめっちゃ可愛いもんね。これは多分当てられるんじゃないかなと思います。熱だ、熱。胃が痛いよね。胃が痛いな。これだよね、多分ね。どちらからいきますか。せーの、はい。おお、譲るね、お姉ちゃん。せーの、1、2、3。あってなんかすごい。これはむずい。せーの、1、2、3。はい、おちゃ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 。おいおい、ちょっと待って。ミスドみたい。横長だったね。ミスドみたいだったの。ドーナツかな、じゃあ。かわいい。結構気に入ってるぞ。何系ってことか。実食。え、1個はい、食べてください。ん、予想でしかないんだけど、私多分これ買ったことないと思う。私も買ったことないと思う。いい、もういいかな。ちょっとなんかね、あのジュリーがだいぶ落ち込んでる。考えてた、考えてた。予想でいくわ。オッケー。本当に分かんないから。いや、いける、いける、いける。それでは回答お願いします。せーの、ポテトヘッドのポテトスナック。すげー。一緒に言ったよね。ポテトヘッドのポテトスナック。今言った。わかんない、もうポテトスナックだからもうそれを予想しただけなんだけど。横長の真ん中にポテトヘッド。そうそうそう、いるよ、ね、あったよね、それね。正解はこちらです。やったー。すごい。すごくない？買ったことないよねこれ。買ったことないわこれ。美味しい。すごくない？美味しかった。予想なんだけど。すごいわ。これこれこれ。これだよ。上の特徴的なところ触れば。うんうん。ここ、え、でも私分かんなかったわこれで。そうか。なんかああいう形してるポテトヘッドいたなって思ったから。コロッケ味だって。へえ。美味しい。
ということで連続正解、まさかの まだ一流 D オタでいらっしゃいます。イエーイ、一流 D オタだぜ。まあ多分見てる方も多分これぐらいは余裕でしょと思いの方もいらっしゃるかなと思いますんで、ちょっと難易度を上げてですね、次はなんと間違えたら2ランクダウンさせていただきます。もうそんな感じ3本目だよまだ。でも5個って言ってたからね。そういうのって最後にやるわじゃないの。ねえ、鬼畜だなー、ドエスだなー。本当だよ、胃が痛い。ね、胃が痛い。商品こちらです。ヒント言おうかな、ちょっと難しいしね。550円です。ヒントじゃなくて安いね、安い。ディズニーのお菓子にしては安い、ね、パスタスナックと一緒やな。せーの、1、2、3、はい、おしまい。はい、ください。返さない。せーの、1、2、3。あ、この形の何個かあるよな。ツルツルしてた。うん。ちょっと開けてから喋ってもらって。, 笑い方一緒、本当に。待って、なんだろう。商品の中身こんな感じです。お皿を持ってください。あ、もう入ってるの？入ってる。はい。触ってていいよ。ヒントだからね。実食。いただきます。いただきます。よく味わってね。なんか喋ってもらっていい？これは私多分買ったことない。私も買ったことないわ。お菓子って買ったことないの多いんだね。多いね。これは難易度高いわ。まあ、商品名かキャラクター当てられたら1ランクダウンでいいよ。商品名とキャラクター名ちゃんと当てて。1個質問して答えてくれたりする。どうぞ簡単な気がしてきた。多分買ったことないのは事実だと思う。まあ、ないかもしれないですね。ただ買ってもおかしくなかったかもしれない。頑張れば当てられる感じ？頑張れば当たると思う。イメージ通り割と。ヒントを引き出さないでほしいけど、イメージ通りだと思う。すごいさ、特殊なさ、なんか。はい、もうおしまい、質問終わる。何も言ってないで終わった。聞かなくていいの？なんか一個だけ。一個ずつじゃん、質問しろよ。はい、質問コーナーおしまいです。予想でいこう。思ったことを言おう。そうだよ。思ったことを言おう、そう。D オタでしょ？大丈夫だよ。まだ一流の D オタの人だったら当てられるって。それでは、回答をお願いします。やばいな。せーの、プーさんのハニークッキー。同じ。ほとんど一緒。ほとんど一緒。ハニーか。ハニーか。やばいやばい、一緒だよね。やばいな。ものとしては、まあ、としてはね。正解はこちらです。うわ、プーさんだー。なにこれ。メープルクッキー。ここには確かに蜂蜜と書いてあるんですけど。あ、本当だ、ハニーって書いてあるじゃん、蜂蜜。メープルですね。メープルなんだよね。ハメだよね。いやだから、いや、そう思わせてきた。触った感じがプーさんだったから、お腹がぽよんって出てた。お腹の曲線を触ってるから、二人の頭の中、あ、イータンみたいな。いや、それあった。イータンだった。そう、イータンだった、お腹の中が。プータン。ね、だから考えればできるかな。そう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 。けど、クッキーっていう、あの無限にあるクッキーだから。でも私、メープルなのね。ちょっと私初めて見たよこれ。見ていい？ね、見ていい？プータン。プータンだ。あらー、かわいい。はい、こんな感じです。かわいいよプーさん。確かに言われたらメープルだわ。でもだからもうメープルだって思ってない。もうプーさんだったらもうイメージ通りの味って言ったのはそういう。プーさんのクッキーはメープルということを覚えておいていただきます。まあメープルギリギリオッケーにしましょう。ハニーだもんね。ここハニーって書いてあるし、セーフ。やったー、すごい。私さ、こんなにうまくいくと思ってないわ。危ない。まあ、Dオタを語れるということで。危ない危ない。今一つ言っていい？すごい楽しい。よかった。毎月やろう。次もね、来るから。次もやろう。次の商品はこちらです。ちょっとヒントが最近多いんで、黙っときます。なんもないの？可愛いの？可愛いね。全部可愛いんだよ。じゃあ、妹ちゃんからです。あれ？譲りがちやな。いくよ、せーの、1、2、3。あう。せーの、1、2、3。返してください。ここにあるやつだ、なんか。お、うん、私好きかも、合ってれば。え、もう分かってんの？毎回行った時絶対買ってるやつかも。うわー、分かる。確かにあなたこれ好きっていう風に言った瞬間に繋がった感があったんだよな。お皿を持ってください。はい、実食。
いただきます。いただきます。でかい。うん、これ意外といけるんだ。いや、なんか言えよ。食べてんだよ、今。うん、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 広がった。マジで、いったね。簡単。え、いや、簡単ではない。簡単ではない。結構。いや、でもね、ちょっとね、正式名称がわからない。わかる、私も。いや、なんかないの、今日のやりとり。今日の。次の日か。1個質問コーナーだけしていい？妹ちゃんにします。うんうん。聞きたいこと。聞きたいこと。キャラクター名。あ、同じこと。やばい。じゃあなんか作品かな、私言うとしたら。そうかなって思ったんだけど。そうね、そうね。1、1。あ、もう、もう分かった。これはもう来てるわ、多分。そうと思う。じゃあ来てるよね、自信ある、ね、あれ、ちょっと待って。こちらも2ランクダウン。あれ、マジか。マジか。一流 D オタをかけてご回答お願いいたします。せーの、101匹ワンちゃんのチョコチップクッキー。すごい、ほんとに。これあの日が一番。そうだよね、わかる。それがヒントだったのよ。これ言ったら絶対買って帰ってます。そうだ、舐めんなよ。舐めんなよ、舐めんなよ。すぎた。これ2問目ぐらいが良かった。ラッキーだったか。ラッキーだね。ラッキーかな、多分。このポヨンとした、ね、でも、これ結構人気商品なんだよ。昔からの人気商品で安い。460円。妹ちゃんがいつも好きで買ってきて机の上に置いてあるイメージがすぐあったから。それがあったから分かったの。意外だね、買うんだ。ポップコーン代わり。なるほど、なるほど。噛んでくるときにチョコチップが来たから、うん、これは来た。これやっぱすごくない？嬉しくない？これ入ってるの。これ消したいんだよな、ね、この二人のどっちかを。私たちちょっと一流なんで。比較崩ししちゃって。じゃあ次間違ったら2万回行きね。やば、重い。そのぐらいかけないと。そうだね、もういけるでしょ、自信ついたでしょ。もう自信ついたね。でもね、正直知ってるお菓子これぐらいしかないのにちょうど出てるっていう。さあ最後の問題ですが、なんて言ったらいいんだろう。もう俺ヒントあげらんないわ。いや、激ムズだと思います。あれ、あ、簡単なんだこれ。ここまで来たら2人で当てるのが一番いい流れだって。バーサスパパになってる。せーの、1、2、3。ちょっと待って。せーの、1、2、3。あ、うわー、これはちょっと、なんだ。やばい、にわかだわ、私確実。ごめん、ほんと申し訳ないこと言っていい？スーパーマリオワールドの缶のイメージじゃないんだけどね。あー、でもちょっと違うわ、やっぱ。柄当てんの超むずくない？これわかんないだけでにわかになるの超苦しくない？今まで全部当ててきたのにさ。はい、こんな感じでーす。私予想していい？1個。味とかがいっぱいあるんじゃない？その味を全部食べさせるか、1個にするかで悩んでるんでしょ？そこまでわかっちゃう、私。一流ディオとか。それわかるわ。じゃあ開けまーす。美容系 YouTuber、実食！いただきます。ででん。長くてもいいから、まあ、ケージの詳細をいっぱい喋ってください。激ムズ問題きた。それで俺の塩梅で正解をあげようかな。でも飯尾さんの方だったら全商品買って、やばー、全商品買ってないの。味を1個ずつ確かめて記録していないと飯尾さんを語れませんよ。いい、オタだから、オタ。じゃあ先に商品目、せーの、クレープアソル。いきます。じゃあパッケージの方お願いします。せーの、パークの絵柄、ミッキーとミニーとディズニープリンセスとプーさんとみたいなキャラクターがうわーっているやつかと思った。パークの絵柄あるな。正解はこちらです。開けてください。チャラララララ。お、来たー。ちょっと待って、ちょっと待って。ミッキーとプーさんはいません。プーさんいないの？プーさんいない。やばい、にわかだ。商品名はあるわ。アソーテッドクッキーかな。アソーテッドクッキーだ。そうだよね。ああ、100歩譲ってアソーテッドクッキーは正解。で、ディズニーのは何でしたっけ？パークの絵柄です。パークの絵柄、どこら辺か。なんか、にわか決定。あー、もうなんか今まで全部すよ、全部さ正解してたんだよ。でね、私もミッキーフレンズとプリンセスがいるかなってちょっと思ったんだけど。
こちら妹ちゃん一流 D オタおめでとうございます。プーさんはいなかったけど、いやでもいや十分でしょ、十分でしょ、いると思うもん。これはむずいね。これまさかこんなに来ると思ってなかったから急に私に上がりなりましたんでずっと一流キープしてたのに。じゃあ閉めて。これだったらイータンとトウ君と一緒に食べれると思うので一緒に食べたいと思います。来月も見てね。バイバーイ。よっ一流イエーイ。カリアリアー